っちゃ眠たいわ。ああもう疲れた。昨日寝たん3時やで。3時、うん、3時間ぐらいしか寝てへんわ。ほんまに。毎日毎日、YouTube めっちゃ疲れるわ。言わんかったよかった、毎日、あげるとか。ほんま。疲れた、ほんま。あ、ほら、外めっちゃええ天気やん。ほんま、何してんのかな、あんなええ天気で、ほんま。こんな時はやっぱな、チャンネルずれて、お前、ループドイサーで、テルカフェでも行きたいわ。ほんまに毎日毎日。あれ、あいつどうした？新人ジャマネの名前何やったっけな、忘れてもらった。木村ハチポコ誰や、忘れてもらった名前。ん、まだ来てない、あいつ。また遅刻。何やねんあいつは。もうあかん、あいつも減給や減給。あいつまた来てもどうせ、まあ、すいませんみたいな感じやろ。あいつ何年言ってもわからんやつやな。ほんまイラつくわ。ほんまに。あれどこ行った、グースどこ行った、俺の。ん、目の前にある。おー、何やね、取ってくれてもええやんけ。こっちは疲れてんねん。うん、ほんまで頼むよ。あー気持ちいい。あー目すっきりするわ。全然悲しくないけど泣いてるみたいになった。今日のお題何や、今日の。え、3つの肩書きを掛け合わせれば100万人の一人の存在になれる。何やねこのしょうもない話は。100万人の一人の存在ってお前、何3つの肩書き、何や肩書きって。サブか、え、トラか、何や、レオンか。ん、レオン、あ、レオンな、昔前うちで飼ってた犬やけどな、ゴールデンレッドリバーのレオンや、レオン。まあそいつな、もう死んでもうてんけどな。おい、まあ、朝からそんな話させんなよ、お前。また泣いてまうやんお前。おいこれ回ってんのか。なんやねんお前、回ってるんやったら回ってるって言えや。ほんまに、待ってるやんか、お前。ちゃんと、おい、これ全部あれやぞ。ちゃんとカットしろよ。忘れんなよ。お前、よう忘れるからな。お前、忘れたらあかんぞ、お前。これ、好感度の問題があんねんから。頼むぞ。よっしゃ。じゃあ、もうやるか。はい、皆さん、こんにちは。ガオです。いやー、今日もね、めちゃくちゃいい天気で、すがすがしくて気持ちいいっす。やっぱね、毎日こうやって YouTube やってると楽しくて、なんかもう自分のやりたいことやってるから全然疲れへんし、なんちゅうのかな、力がどんどんみなぎってくるって感じなんですよね。よし、じゃあ今日も頑張っていきましょうか。はい、後悔しない生き方。いやー今日も楽しいですね。よし、じゃあいきます。3つの肩書きを合わせれば100万人に1人の存在になれる。3つの肩書き掛け合わせて、いいな、100万人の一人の存在やで。うわー、なりたいな、なりたい、100万人の一人の存在。じゃああれか、この肩書きで一生飯食っていくっていう、もう時代は終わったのか、終わりか。なるほどな。まあ確かにな、みんな、まあそのスポーツ選手とかでもそのグルメリポートもしたりとかな、いろいろと町散歩みたいなのをしたりとか、何でもやってるよな、みんな。確かにいろいろとな、そういういろんなジャンルを組み合わせて相乗効果を上げるっていう感じだから。でこれなんかこの話の前提で、とりあえず1万時間そのことに費やすと100人に1人の存在になるらしい。まずは100人に1人の存在にならないといけないから1万時間が必要なんだ。うん、ってことは1万時間を作るために1日
フル活動を24時間として24時間として417日かかるからね、1ヶ月ちょっと、まあまあ長いね。ああ、これのざっくり言うとこれのだから3倍やろ、3万時間、3つの肩書き分だから3万時間を1日24時間フル活動したら1250日もかかんねや。3年3、4ヶ月、長いな、これ長いな。で、いやだってこれ24でしょ、だから1日12時間フル活動で動いたとしても2500日、6年8ヶ月ぐらい、7年近い、長いな。まあ長い長い言っててもな、始まらへんから、とりあえず計画練ろう。よし、計画を、じゃあまず100人に1人の存在になるために1万時間が必要やろ。で、3つの肩書きを目標にして3万時間を捻出するその計画を立てなあかんや。とりあえずこれは計画やからな、できるできへん関係ないやろ。ここのね、計画練るポイントは掛け合わせで分野を超えて働く、ここがね大事だからね、うん、本に書いてあった。まあまずは前提として100人に1人の存在にならなあかんな、まずそこを狙っていかなな。まああとはもう勝手にもう派生していくから、まあまず最初にとりあえず3万時間どうやってやるかっていう、自分の何と何と何の肩書きでどうやってやるかっていうのを、イメージしてとりあえずスタートさせるしかないな。まあそんな感じで今日も頑張っていくか。いってらっしゃい。最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。